昨日フリージャーナリストの安田純平さんが、シリアで人質になってたわけですけども、昨日日本に帰ってきてですね、でいろいろそれが話題を呼んでますよね。でネット上ではかなり激しく出てきたのは、これはその人質に身代金を出したんじゃないかと。で一説によると3億円以上の身代金を間接的に日本政府が払ったとも言われてますね。政府はもちろん否定してるんですけども。でこういうね、もともとシリアはその渡航禁止になってたわけだから、そこに彼はいわば密入国したわけですね。ですぐにテロリストに拘束されて、3年以上そこに監禁されてきたと。でまあそれはね、その自己責任で本当にやれるんだったらいいんだけど、日本政府はこれ自己責任だから放置しますっていうわけにはいかないわけですよね。でまあ今回はそのカタールが仲介してくれたとも言われてますけど、いわゆる邦人保護の観点から外務省がいろいろやって、今回のその解放に至ったと思われてるわけですけども。これね、その自己責任だからこれをほっとけばいいっていうね、けしからんという人々に対して、そのマスコミの方はこれはまた妙に甘いんですよね。なんかその自己責任論はけしからんと、ジャーナリストをね、それなりにこう勇気あったんだからこういう取材は必要なんだという、つまり自己責任論を否定する論調がこうマスコミの割と多数を占めちゃってるんですね。で、これは僕ちょっとね、奇妙だと思うんですよ。っていうのは、安田さん自身が、これはもう、俺は自己責任でやるんだから、政府は干渉するなということを、向こう行く前からかねて言ってるわけですね。まあ、彼はその安倍政権に反対して、安倍政権は、こうそういうところをいろいろね、こう取材に行くのを妨害してると。そういうのを俺は無視するから、まあいわば死んでもね、俺の責任だというふうに言ってたわけですよ。だから自己責任論を言ってるのは本人なんですよ。でもね、そういう論理が通用するかっていうと、政府としては彼が拘束されてると、でそれがこうね、動画で出てきたりすると、政府は知りませんっていうわけにいかないわけですよ。国外にいても日本国籍の人を保護するっていうのが日本政府の責任ですからね。で、身代金払ったかどうかははっきりしないけども、仮にその払ってないとしてもね、カタールに仲介してもらっていろいろやったということは、外交的にカタールに大きな借りを作るわけですよね。で、日本とカタールの間っていうのは、その原油の代金を何千億円も毎年払ってるっていう関係なわけだから、その中で3億円ぐらいはね、こう出てくるっていうことは十分にあり得るわけ。つまり安田さんが自己責任だって言ったことが、結局自己責任にはならなくて、助けてくださいっていう動画が出てきて、それで日本政府が外交的にカタールに借りを作るという結果になっちゃったわけですね。つまりこれ自己責任だって言っても、自己責任でこの問題、こういう問題は処理できないわけですよ。だからね、これ自己責任論がけしからんとかどうのこうのっていうのは全くナンセンスな話で、問題はこういう無謀なジャーナリストをどうすんのかってことですよ。これはっきり言ってね、責任能力ないんだから、俺の自己責任だって言っても、彼の自己責任でやってもらっちゃ困るわけですよ。まあ、はっきり言ってね、今度の安田さんの言動なんか、解放されてからの彼の話なんか聞いても、なんか安倍政権はけしからんみたいなことをまだ言ってね、俺を助けたのは政府じゃないみたいなことを言ってるような状態なんだから、はっきり言ってね、もう責任能力ないわけですよ。その意思もない。だからこういうジャーナリスト、自称ジャーナリストをね、もう一切出国させないと、パスポート没収して、
もう永久に出国禁止にするということをすべきだと思います。